かな泡立ちの牛乳石鹸の提供でお送りします。春のプレゼントの時間がやってまいりました。はい、今週1週間頑張りましょう。もうすっかり春でございますね。そうですね。いや、本当に、というのはね、来週はまたね、来週もう今日あのね、まあ、今週からね、ずっと春休みの特集をやろうということでございますんでね、今週と来週で14で行ってるんだ。あ、14で14ね、グリーンと、わかりまんやろ、説明すらそれまた後で、それではスターの皆さんです、どうぞ。トップに行って、小林幸子さんです。内田あかりさんです。そしてお次、河合直子さん、工藤由紀ちゃん、荻野目陽子ちゃん、最後は早見ゆうちゃんです。すごいですね、みんなね。今日はまたオール女性で、オール女性、今週はね、あの山本関西さんがいつもあの武道館でやるじゃないですか、はい、毎年なんかそんな感じですね。今日は豪華なファッションショー、最後見てください。早見さんなんかカメハメア大王みたいなね。なんでそうなんですか。え、いやー、お楽屋でずっとそういうお話をしておったんですけど、ね、まあ、ターザンの妹というかね。ええー、なー、お隣から改めましてですね、はい、ベテラン小林幸子さんでございます。よろしくお願いします。お隣が内田あかりさんです。こんにちは。ちょっと髪切ったんですね。え、あ、OL みたいに若くなったでしょ。今日はスタイルも春らしくなります。なんかあの牛乳石鹸お勤めしてね、それでまあ4時半ごろ終わってここへ来たみたいな雰囲気でございますね。そしてピンクがお似合いの河合直子ちゃんです。こんにちは。どうも。そしてね、早見優さんは先ほどご紹介させていただきました、風邪ひかないようにしてくださいね、はい、そして荻野目陽子ちゃん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。この方もきっちりした人でね、自分のこう身の回りの整理をずっとしてましたけどね、もう僕なんか、まあ、パッとこう目に言うとなかなか細かくやる人です。え、2回目か3回目ちゃうかな。そう、もう我々何回もしてますよ。いや、あの別の音楽の、ね、そうそう、別の音楽ってない、ね、君だけなんか宝塚音楽学校行ってるみたいに。そして工藤由紀ちゃんです。この番組初登場ですね。よろしくお願いします。なんか学生みたいな感じやね、この子はまだ。いやいや、ですから後ろの3人さんがなんか、うん、ほれなんか学生さんみたいな感じでしょ、うん、同級生が。そして河合直子ちゃんがなんかね、うん、ちょっとお姉さん先輩で、うん、そう、上級生っていう感じでしょ、うん、そして保護者、あのPTA みたいな、何を言うねん。いや、姉として。そうですね、姉として。そうそうそう、いやいや、母として。違います。ジラストレイン、まずこの歌から今日はね。はい、それではどういう意味や、ご準備をしてください。あの中のあのシャツをですね、うん、このお尻のところに出すのが流行ってるらしいね、もう最近はね、うん、我々一品あれで漫才してみないからね。河合直子ちゃんです、どうぞ。Hurry up, Jealous Train. Let us go.
ディスコの感じでございます、たまには。あ、ご苦労さん。もうこの春休みですから皆さんね、応援の方も大変ですが、ちょっとそこであの後ろ向いて立っていただけません？はい、ほらこれちょっとカメラさんね、こういうこのおしゃれのこの感じなんですね。どうもありがとう。これはやっぱりテレビとかステージだからいいんでしょうな、ファッションショー。こんなのうちの家の近所で来られたら絶対注意されるよ。いや、すみません、奥さんシャツ出てますよとか。いや、最初はそれから来たのと違うかな。いや、そんなことはないわ。最初それからやと思うでまし。そんなことないわ。あの前もありましたよね、あのスリップがこう出るみたいな感じの、スリップがなんか下からねこう出るの、あれもなんか注意してあげたいような気持ちになる、ね、そういう意味のスリップやからね。なるほどね、年寄り本当に。まあ、あの衣装も皆さん大変でございましょうけども、今度歌っていただく小林さんはいつもね、はい、この歌あの昨日初めて聞いたけど、こう面白い歌でな、一晩止めてね、昨日初めて、うん、遅いね。あんたとこの近所はその放送網というのは全然いやいや、もうそれはそれはせえな、近所のスナックやな、10日ぐらい経ったら有線流れていけんねんから。10日。じゃあ一つご準備をしていただきまして、だいたい聴きたい歌をね、相棒とこの家の近所はね、5日ぐらい前に有線に電話をするとかかってくるという。しかしいきなり、いいね、一晩止めてねって。これあの三木勝彦さんですよね、作曲ね。この人こういう感じのうまいね、うんうん、それでは一晩止めてね、意味深でございます、どうぞ。女は不思議なもので
歌ですね、本当にね、改めて、突然一晩止めてなんて来られたら大変でございますが、シャボン玉プレゼント、今週は以上のメンバーでお届けします。明日のこの時間までシャボン玉プレゼントの時間がやってまいりました。春休み特集、今日は第2日目ということでございましてね、はあ、お隣からね、うん、早見優さんです。はい、お隣は荻野目陽子さん、工藤由紀さん。今週はもう女の子ばっかりで、なんか我々2人本当に今日はなんかあの事業参観にね来たという父親参観みたいな、そんな気持ちで、まあ、こういう雰囲気もいいですよ。こういう雰囲気もね。そうですね。それではまず本当にあの学生さんらしい工藤由紀さんからね、スタンバイをしてください。あちらの方でございますからね。さあ、この番組初登場でございまして、工藤由紀さんはヒロインを歌ってくれます。どうぞ。今度はですね、荻野目陽子さんですが、次これタイトル変わってるね。怖いタイトルやな、これ。無国籍ロマンス。無国籍ロマンス。映画のタイトルみたいね。あの、昔カーボーイの映画でよかった。無国籍ロマンス。どうぞ座ってくださいよ。いいんですか。うん。はい。無国籍ロマンス。無国籍ロマンス。飛行機で無国籍やったら、お前。撃ち落とされる。お前、緊急着陸せよ、みたいな。はい。陽子さん、はい、陽子さんは趣味は何なんですか。私は猫が好きなので、猫のついた小物とか集めるのが好きです。猫の小物、はい、あ、今大阪ではあのキャッツというのをね公演しておりますが、あ、そうですか、はい、へえ、猫の小物やて。猫ね、これは面白いですね。はい、まあ、昨日もお話しさせてもらってた、こまごましたことはなんか好きな感じですね。そうですね、あのアイロンを当てたり、お財布をしたりとか、はい、いいことですよ、それはね。ゆきちゃんもします、そういうこと。私ですか。私は一応します。なんや、分からなくなってきましたが、それでは一つご準備をしてください、はい、無国籍ロマンスね。それではどういう内容か一つバッチリ聞いていただきましょう。荻野目陽子さんです。
荻野目洋子さんでした。はい、ご苦労さんなのね。今度は早見優さんに歌ってもらうんですけど、はい、この前あの ABC の35周年の時もね、お越しいただいて歌っていただいた歌なんです。 Tonight、 この歌です。でも英語ね、はい、もうイントネーション抜群やもんね、この人は。いや、それはまあやっぱりね、3歳からハワイですよ。3歳からハワイ。向こうは、51番目の州やったかな。51番目でしたか。50番目か。ああな。だけどまあどっちにしたって、その英語を覚えるとか強いことや。これ、まあ、お父さんのお仕事の関係で行ったわけですか。いや、全然関係なく、まずグアム島に行ったんです。4年間。最初の4年間、うんうん、最初の4年間グアム島へ。で7歳から14歳までハワイに。それはなぜ行ったんですか。もういろいろ、なんかいろいろと家族の事情で。ああ、お仕事の都合で、はい、いいな。しかしやっぱりだから小さい頃に英語なんかはやっとかないといけない。だから本人は一番最初は嫌やったかも分からへんけど、家族と一緒やからね。そして仕事の関係でこう。でもこの人がだんだん年を取りにつれてよ、結果的にこの社会ではものすごくプラスになることですからね。忘れますよ、でも使ってないと。そうなんですよ、本当に最近喋る機会が少なくなったので。そうでしょう、じゃあ次会うまでには僕ら覚えておきます。お願いします。はい、準備してくれ。スタンバイ。マイクは持っていきますから僕は。置いときなさい。持っていきますか。そうですか。はい、持っていってちょうだい。じゃあ皆さん一つずつこっちへね。はい、それでは早見優さんですね。ツナイツ参りましょう。今のが終わりなんだ。あ、終わりですね。あ、まだ途中で出てきたらいかんのかいの。はい、今日はですね、3人の可愛いお嬢さん方に歌っていただきました。それではまた明日のこの時間までごきげんよう。明日の人のテーマを決めてやります。シャボン玉プレゼントのお時間がやってまいりました。今週は春休み特集ということで、そう隣の方から、あでやかですね、小林幸子さんです。ちょっと濃いめのピンクでね、いいね。お隣はこの間のピンクのブレザーとね、ガラッと変わりまして、河合直子さんです、ね、いいでしょう。またこういう、いや、いいわ、僕こういう服好きかな。
そしてまた見てくださいよ、早見優さんです。年齢それ相当のやっぱ服装やね、国際人的な感覚を持ったね、そして荻野目洋子さんです。また後ほど、まだ若いから洋子さんはいくつでしたかね。16です。16歳ね。今日はちょっとまたあのいろいろ石を考えてくれてね、捨ててこみたいなズボン履いてくれてるんです。これほんまにね、そんな捨ててこにネクタイするかいな。いやめちゃくちゃ難しいと思うよ。本当にこのね、大変でしょこんな考えの。もう適当に組み合わせて。ほら適当に組み合わせ、いや適当に組み合わせてこういう風にやっぱり、いや考えないかんと思うわ。じゃあ我々こんなのがそうでしょ。そうですね。ですから逆に言えばスーツとかこういったドレスの方が、あの何も考えないでこのままですからね、いいですよね。でも こういう衣装もね、似合うまでのね、いわゆるまあ、あるね、年輪というものがやっぱりいるんですよ、これは。いや、お年寄りだということを言ってるんじゃないんですよ、これは。いや、それとね、言ってます。いや、言ってない。いい雰囲気になってきました。女性やから何でもかんでもね、ワンピース着れ、ドレス着れ、エッチもの使う。そうそう、やっぱり男やからね、何でも背広着れ、オールバックにするやつでもやないねん。そんなもん、メガネみたいなの誰でもかけられんねやから。合わないか。やっぱわしみたいな合わないか。ね。パシッと合わないか。そうそう。素敵ですよ。ピシッと。とっても素敵。もうズボンの線とここの線と一緒やもんね。本当に今日はね、ちょっと星ですから、テーマメドレーでね、はい、星スター、今日は星です、ね、今日も4曲続けてバッチリいきたいと思いますが、ね、それはトドロッといくの。いやいや、2曲ずつにしましょう。そういうのがね、ちょっとお話もしたいですから。それではまずは早見優さんから、スーパースター星に願いを2曲続けてまいりますので、ね、あのイヤリングがええかな。スーパースター、これはね、カーペンターズが歌ったんですよ。カーペンターズ、あ知らんのかいな。兄弟のあの、あ、まあまあ聞いてもらいましょう。どうぞ。
私はハレー彗星も見えるというね、はい、星を本日はテーマにしておるわけですけどもね、スーパースター星に願いを、カーペンダー、そしてアグネス、そうですね、今度はですね、この陽子ちゃんがえらい今日は悩んでましたよ。これはこれ何年ぐらいの前、遊星少年パピーって20年ぐらい前のね、なんかアニメ遊星少年20年ぐらい前の子供たちに集まってもらわないか、今日はテレビの前でね、春休み特集ですから、まあ、そうか、今日の客席はまだもっと若いな、なこれ難しいんでしょ、はい、とにかく全然知らなくて。そうでしょう、分かんない、分かんない、はい、分からん歌を覚えるのがねとにかく分からない、はい、やっぱ分からないけど歌ってもらわないところは困る。いや、これやっぱあの本職歌手やから。そう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 、生まれる 4,5 年前に流行った歌やね。そうですよね、この人の生まれるね。でも楽しく歌ってちょうだい、陽子さん、はい、どうってことありませんよ。そして次は星屑の町、小林幸子さんに歌ってもらうんですが、これはこれ宮地のみっちゃん、あ、みっちゃん、みちみち、何を言うねそれは宮地みちさん、ですね、30年ぐらいになるんですかね、これ32、3年ちゃうかな。そんななるんですかね。まあこれはやっぱり今週小林さん以外歌う人はいないとすいませんいうことでですね、あ、じゃあ用意してくれますか。はい、しっかりね、大丈夫ですよ。はい、もうあのね、大丈夫やな。大丈夫大丈夫、何を心配すんのよ。それでは遊星少年パピー、星屑の町と2曲続きます。はい、皆さん、僕パピーです。たちまち変わるピーパピー、みるみる変わるピーパピー、地球の上を掃除しろ、悪者たちを追っ払え、遊星少年パピー、遊星少年中を。
しい、今日は星がテーマでございました。今度は一度ね月をやりたいですね。星の次は月、いろいろムーンライトね、ムーンライト、ムーンライト、いいね。それでは明日のこの時間までごきげんよう。豊かな泡立ちの牛乳石鹸の提供でお送りします。シャボン玉プレゼントの時間がやってまいりました。春休み特集ということでございまして、今日が最後になりますね。今週は一応そう、小林幸子さんであります。川合直子さんであります、はい、よろしくお願いします。そしてまた本当にマリンの雰囲気でね、早見優さんであります。ねえ、なんか本当にあの太陽にぴったり、海にぴったりというそういう感じです、本当にね。どこで手に入れてきたの、これ胸にあのつつつけてんの。こういうのはなんだ、なんぼでも売ってますよ、そんなもん。これはソース買うたらすぐ怒りはもらえますよ、これは。あ、ソース買うたら、そうそうそう、怒りソース言ってね、あのすぐにくれるんです。しょうもないシャレ言ってる場合ね、本当に。でその耳飾りは、耳飾りイヤリング、これもあの いろんなところで売ってます。ほんで、まあ峠と原宿かどっかで、渋谷とかね、いろんなところ。あ、原宿、渋谷、かっこいい名前ね。大阪やったらまあドブ池ね、うん、ケマの肛門とかね。大阪はなんかやらしい名前というか、こうドブ池ってハマりそうな名前やの。僕は綺麗ね、赤坂、ほんとね、赤坂、いい名前ですもんね。六本木、うん、青山なんだ。青山、そろそろ東京なんであれの青山、大阪はむちゃくちゃや、横山やなんて。むちゃくちゃやの。横山も青山もエロ変わらへんな。ご無礼しました。それでは懐かしのヒットメドレーをね、一つ聴いていただこうと。今日また好きな歌やね、カレンダーガール。これよかった。昭和32年にヒットしてですね、これ誰が歌ってたかと言いますと、ニール・セダカ。そう、日本ではね、ダニーだとパラダイスキング、パラキンというね、石川さんとか九重さんとかおったでしょ。山下慶次郎とか、これも歌ってなかった。今日はちょっと懐かしいね、VTR があるんです、ご覧ください。まあ、東京やった日比谷、大阪やった北野劇場というね、ちょっと皆さん真剣に見ないと20秒ぐらいですからね。ほら来た、ロカビリー先生、あれは山下健一郎さんですね、これはね。そう、ほら、もうものすごかった、僕ら子供準備でしたけど、これは平尾正明さんですよ。そうですね、ほら、もうあの引っ張られてしまうんですね、客席まで落とされて。僕らもああいう時代があったな。ほんまかいなやつかい。お前一緒に仕事してなかったの分かってて、なんで聞くねん。なかったやないかい。マスカス、スッと出てくるもんやな、しかし。じゃあどうも。ねえ、これはあのもう我々の方が楽しいわ、このねカレンダーガールは。皆さんもご一緒に、カレンダーガールです。11年、11年後にできた歌が天使の誘惑、昭和43年、前住純さんが歌ってね、うん、雲に乗りたいって知ってる。よう知ってるな、しかしこれは雲に乗りたい歌やがな。いい加減な男やな、この男は。本当にいや、そうやと思うやないかよ。いや、これは天使の誘惑いうのはね、また違う歌詞なんですよ。違う歌詞かいな。す好きなのにあの人はいない、ちょっとだけ歌ってみて。これヒットしたから知ってるやろ。いやいや、まあ、邪魔ちゃって歌って作曲する男やないかい。ワン、ツー、スリー。好きなのに、やましやがましかよ、ほんとに。静かにしてるよ、ほんとに。歌い浮かれへん。天使の誘惑。じゃあ、直子さん、この歌知ってます？はい、え、知ってます。はい、前住純さん。わしはこういうね、ムード歌謡みたいなのわしはほんまにあかんねん。あのね、これからね、楽しい、いい雰囲気にしようと思ってるわけよ、我々4人は。そうそう、わしゃな、わしゃこういう、もうええわ、どうぞ。はい、
お願いします。花と竜とかな、飛車か、あのー、ね、飛車角とか、そうそう、見落とし中とかね、そうそうそう、ああいうのはさすが風とかな、うん、そうそうそう、 しばらくだからね、金魚と遊んでなさい、あんただからなおこちゃん、天使の誘惑。3年でした。今度3年またバックします。会いたくて会いたくて、そのまりさん、そのまりさん、そのまりさんね、これもようヒットしたね。これは知ってるでしょ。これは知ってるよ。これはちょっと歌ってみて。これはね、はい、愛した人は、あれ、愛した人は、そうね、どうぞ、愛した人はな、おい、カタカナや、これ、ほら、ひらがなは読めるやろ、ほら、ほら、これ、これ、これ、わかっている、うん、愛した人は一人だけ、あなただけ、そうそうそう、何言うの、この自分はね、四五人おったね、アホなうちって感じね。いや、この自分はほんまにその丸とよう似た女の子と付き合いしてましたな。そんなことばっかり言うねや、おったらびっくりするような女や、ね、ちゃう何を言うてんねやな、ほんま。しかし、その丸さんもね、まだ元気で活躍してますよ。今なんか花屋さんがなんかやってちゃうの。お、詳しいね、やっぱり、あんた、ね、あんたがやらした。フラワーショップ、昔やったら、今やってないのか、今出資したわけ。いや、してないわよな、そんな、ね、付き合いないのにから。いや、無理にでも突き寄ったらええねやがな、そんな。小林さんはどうなんですか、はい、この歌は。私ね、これ40年ですよね、ええ、私、あの大阪でね、ええ、あの大村コンさんがその当時トンマテングって言ってました。やってましたね、やりくりアパート、トンマテング、はい、あの子役で出てました。で、毎週大阪来てました。ああ、それだとほんならわしら知らずにそれ見てるんや。僕らして見てますわ、トンマテング言ったらね、日立ホールでやってたんですよ、震災橋の、知ってる、あ、今の南海ホールやな。昭和40年頃ぐらいですね。ああ、その時は僕はね、白木みのるさんの付き人してましたわ。お会いしたことありましたね。そうでしょう、ああ、いやいや、その説、急にその説、ね、ありがとうございました。ご無沙汰をしております。わあ、お元気で。いやおっさん、その頃何してた。いやいやいや、私はその自分は散髪屋さんで、いやいや、漫才やったり、別れて司会やったりやね、もういろいろやってた。おお、いろいろ苦労なさったんですね。まあ、一応芸能活躍はしてましたけどね。活躍はね。どうぞ一つね、小林さんもだから本当に長い芸能生活、そうそう、知らず知らずに見てるわけや。それでは一つみんなで聞きましょう。こういう風に歌えば色っぽくなるっていうのを勉強しなさいよ。小林幸子さんです。愛した人はあなただけ、わかっているのに、心の糸が結べない、二人は恋人。好きなの、好きなのよ、口づけをして
愛されたいと唇に指を噛みながら眠った夜の夢にいる心の恋人会いたくて会いたくて星空に寂しくて死にたくなっちゃうわ。はいはい、皆さん、はい、今日は懐かしい歌、3曲お届けいたしました。あ、こういうふうに歌うんですよ。ありがとうございました。また皆さんお早いうちにね、それでは楽しい春休みをお過ごしください。来週の月曜日にまたお会いします。ごきげんよう。